ロハコ、おいで。こんばんは。ロビー、こんばんは。こんばんは。みんな寝れないの？ノッテンマイヤーの話はやめて、ロハコさん。ノッテンマイヤーの話はやめよう。ノッテンマイヤーはただの召使いだから。ヤオピー、こんばんは。はい、こんばんは。みんな寝れないの？スケボーとか乗らないから。俺が乗るのはペガサスだけだから。マキル、寝れないの？おいで。おやすみ。おはよう。こんばんは。バーガーありがとう。メリンゴ、こんばんは。ノッテンマイヤーの話はやめよう、トランプ。ノッテンマイヤーはただの召使いだから。分かってくれてありがとう。ゆうこ、こんばんは。あっこ、こんばんは。にゃーぴー、バーガーありがとう。ガネットさ、もっとこっち来いよ。アイカー、こんばんは。マキル、パフェありがとう。寝れない子多いね、今日ね。俺ゆとりだから。おはよう、みんな。今夜も盛り上げてこうぜ。バーガーありがとう。
何してんの？もしもし。何してんの？キュンやけど。誰？いや、誰ってミュースですけど。寝れないの？いや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 、キモいから。いや、別に寝れるけど、何？寝れないんだろ。気持ち悪いんだけど、なんでそんな気持ち悪い配信してんの？寝れないんなら、寝れないの？いや、聞いてる？いや、聞いてる？寝れますけど。キモいんだけどって言ってんだけど。キモい。なら安心だね。いや、安心とかは、いや、知らんけど、キモいっつってんだけど。なんでそういう配信してんの？気持ち悪い。いや、喋れよ。いや、寝れるか寝れないかだから。いや、だから寝れるっつってんだろうが、お前。お前、このキャラ、お前、その気持ち悪いキャラですらアスペなんか、お前。聞いてた？まあ、そのキャラですらアスペ炸裂すんの？寝れますって言っとるやん。関係ないっつって気持ち悪いっつってんだけど。なあ、クラインキャラかなんかお前、イケカテか知らんけどさ、そのキャラ演じとってもアスペなんかお前は。なあ。よくわかんない。いや、わかんない。だから別に眠れますって言ってるじゃん。うん。おやすみ。人の話聞いてます？気持ちいいっつってんだけど。おやすみ。いや、おやすみじゃねえよ。永眠しろ、お前。今すぐ永眠しろ。目覚ますな、死ね。二度と目覚ますな、永眠しろ。気持ち悪いから。おやすみ。いや、おやすみ言ったな。うん、死ね、早く。死ね。死んでください。自殺してください。飛び降りてください。死んでください。お願いします。暑くて寝れない？暑くて寝れない？じゃあ飛び降りても。うん。寝れるように飛び降りて。うん。暑さ関係ねえから、飛び降りたら暑さ関係ねえから。永遠に寝れるから、早く寝れよ。ね。飛び降りて寝れ。早く寝れ。お腹が空いてる。飛び降りてください。お願いします。お腹が空いてるのかい？いや、空いてないけど、関係ねえじゃん。うん。聞いてる？永眠してくださいって言ってるけど。もうお前考えるな、いちいち。考えるなよ。考える時間。何これ、考える時間なのこれ。あ、ごめん、ワイン飲んでた。白ワイン飲んでた。ごめんね。いや、知らないけど。うん、知らないけど。とりあえず、そのまま死んでください。アルコール中毒で死んでください。ノッテンマイヤー、エスカルゴ。ノッテンマイヤー。意味がわからん。エスカルゴ、ね、エスカルゴが欲しい。エスカルゴが欲しい？カルボナーラは大丈夫。あのさ、なんかそういう言葉言ったらさ、なんかあの雰囲気作れるみたいな感じで考えねえ。ねえ、サイゼリアになるような目に言うなよ、お前。ねえ、サイゼリアか、お前は。オリーブオイル多めで。だからサイゼリアかっつってんだよ。なあ。もうサイゼリアいいからさ、飛べるって死ねって。なあ。パフェありがとう。死んでくださいって。ねえ。サイゼリアなの？ありがとう。そこサイゼリアなの？サイゼリアで裸なってんの？お前。寝れないの？死んでって。寝れないのかい？そんな死んでって、サイゼリアいいから死んでって言ってんの。もっと来いよ。もっと来いって結構言ってるけど。うん。何ド M なの？もっと来てほしいの？ド M なの？俺のそばに来いよ。何も陰夢中なの？もっと来いよ。いいよ、来いよって。何も陰夢中なの？野獣先輩なの？お前。おいで。ゲイなの？お前。気持ち悪いんだけど死んでください。もっとこっちおいで。いや、いかんけど気持ち悪い。死ねえよ。今のお前の状況で行きたくないわ。取り立つわ。ハートありがとう。ゲイ。だからなんで暗いの真似すんの？頑張って。野獣先輩。死んでください。お願いします。お願いします。聞いてる？聞こえない。いや、聞こえないって、お前、聞いてるって言葉に対して聞こえないって言ってる時点で聞こえとるやんけ。もっとそばに来ないと聞こえない。いや、いや、バゲありがとう。逃げるな。無線ありがとう。逃げるな。聞いてるっていう俺の言葉に対して聞こえないって言ってる時点で聞こえとるやんけ。ねえ。あ、ディアトツのお誘い？じゃあ逃げんなよ。こっちを入れてディアトツのお誘いなら逃げんなよ、じゃあ。かいほう、こんばんは。イルス使うね。アキラパンの時にイルス使うね。逃げんなよ。まあ、ほんとひどいね、お前。
ほんとゴミクソだね、お前。相変わらず。ハートありがとう。まあ、ネタないんだろうね、この人。もう終わりやね。解放どうでもいいよ。でさ、そうやね、コメントこちらあるんだけど、79歳のおばあちゃんが600万円騙し取って、それ返したの？ねえねえねえ、600万円騙し取って、その600万円返したの？ちゃんと。聞いてるんだけど。お前がニコ生配信する前に、生プ申請受ける前に、ねえ、600万円騙し取ったお金はどうしたの？返したの？ねえ。あと、ちなみに、バカあマーりが君の件とだけど、マー君、富山県高岡市在住の方で、俺の友達の知り合いなんだわ。連絡取れるんだけど、余裕で。うん。マー君に関しても俺連絡取れるし、やろうと思えばね。で、600万詐欺の件はどうなったの？お金返したの？ノリコ、あ、乗ってまいや、バカありがとう。ロビー、バカありがとう。うん、まあ、逃げる、まあ、逃げ取るそうなんで。まあいいんじゃないで負けすか。る、バカありがこれじゃ、とう。どこ？風船ありがとう。これじゃって俺の価値下がるだけなんで。うん、まあこういうゴミです。お疲れ様でした、ゴミ。また勝ったな。風船ありがとう、乗ってまいや。エクスカリバーを抜くまでもなかったな。今日は寝れない子多いね。シャイボーイだったね。あの子、靴磨きで拾ってあげようかな。みんな寝れないのかい？今日も満月が綺麗だね。センスしかないから。バタフライとやる。こんばんは。もっとおいで。俺のそばに来いよ。みつけ、こんばんは。ゆうき、こんばんは。ロビー。俺は。ユニコーンのアクエリオンしか乗らないから、馬とか下品な下々の民が乗るような乗り物には乗らないから。おいでアクエリオン。みつけ、風船10個ありがとう。
今日も暑いね。あ、みんなに伝えておかないといけないことがあるんだ。フォロワーが20人減ったよ。ジュリアーノいらっしゃい。ジュリアーノとはもう長い付き合いだよ。サクトラ、こんばんは。ジュリアーノはね、銀融詩人なんだよ。達彦いらっしゃい。みんなマンスリーでてっぺん取るぞ。録音なんていらねえよ、サクッとら。毎晩俺の隣においで。そうだよ、漆黒のペガサス、アクエリオンだよ。おやすみガーネットさ。マンスリーてっぺん取るまでやるぞ。漆黒の騎士団行くぞ。寝れるまでそばにいてやるよ。のてまや、今シャンパン開けた？のてまやはシャンパンが大好きだからね。ミーナ、いらっしゃい。もしもし。どうしたの？アドッツです。寝れないの？漆黒の騎士さん。どうした？漆黒の騎士になったんですか？漆黒だよ。漆黒ですか？はい、漆黒です。どうしたの？寝れないの？漆黒の騎士になったの？ダークナイトだよ。声が違くない？いつもと声どうしたんですか？寝れないの？おいで。イケボじゃないかい？君はあれかい？パン屋の前でいつも座っている子供だね。パンが買えないのかい？白いパンをあげるから僕のお城へおいでよ。行くよ。今すぐ君のお城へ。おいで。白いパンをいっぱいあげる。家族は何人いるんだい？愛し合おうね。漆黒の騎士。家族は何人いるんだい？家族は6人いるよ。わかった。白いパンをたくさんあげる。ありがとう。一緒に愛し合おう。
じゃあまた会おう。雨が降った日は、寒くて寝れない日は僕のところにおいで。行くよ、いつか君のもとへ、うん、君が来たいとき、僕のペガサスをアクエリオンの名を呼ぶんだよ。心の中でそうだ、ね、アクエリオンって叫びな、ね、ペガサスが迎えに来るよ。そうだね、俺はいつか君のもとへ向かう。それまで待ってくれ。約束だよ。約束だね。約束だ。うん。またね。さよなら。さよなら。惑星の通信機が途絶えたみたいだ。流星でも流れたのかな。おやすみ。ハートありがとう。クーニー寝れないの？ノッテンマイヤー、クーニーに温かいスープをあげて。はい、クーニー絶対寝れるよ、大丈夫だよ。寝れない子が多いね。ロビー、おやすみ。あと3分で魔法が途切れる時間だ。みんな花火を打ち上げて、魔法が続くように祈って。ゴクリン、もっとこっち来いよ。寝れない時は俺のそばにおいで。フリーズこんばんは。アクエリオンはトリュフしか食べないから。黒トリュフしか食べないから。アクエリオン、トリュフをお食べ。
ノッテンマイヤー、ユニコーンのアクエリオンに黒トリュフをあげてくれないかよ。ありがとう。おいで。ノッテンマイヤーはただの召使いだから大丈夫だよ。コクリン、ヒカリちゃん、いらっしゃい。夜がだんだん深くなってきたね。僕の時間だよ。ジョン、おはよう。もっと甘い言葉ささやいて。マロングラッセ、マロングラッセ、マロングラッセ。シュガートースト、シュガートースト、シナモンシュガートースト、シナモンシュガートースト。これでいいかい？シナモンシュガートースト、シナモンシュガートースト、シナモンシュガートースト。愛に性別はないよ。今日はみんな欲張りだね。みんな魔法が溶けちゃう。みんな魔法の花火をちょうだい。僕のエクスカリバーが弱ってるよ。子守唄、何がいいの？今日はみんな欲張りだね。もっとじらして。欲しがりだね、ヤオピー。
じゃあ花火が上がったら魔法の歌歌ってあげる。エクスカリバーがどんどん弱ってるよ。僕のエクスカリバーを元気にしようよ。白ワインが今日も美味しいよ。僕のガーデンで採れた白ワインが美味しいよ。去年の秋に収穫した僕のガーデンで採れたブドウから採れた白ワインが美味しいよ。寝れない子がたくさんいるからだよ。だんだんみんなのところにも僕の大衆のラズベリーの匂いがしてきたでしょ。ちなみに僕の乳首はチェリーピンクだよ。僕のチェリーピンクは透けて見えるかい？初見さんいらっしゃい。起きた？寝れないの？のてまや、はい、起きたさんにあったかいスープをあげて。はい、ゆっくりしていって。
今終わったんだ。ロマンティックタイムは魔法の花火が上がったらロマンティックタイムだよ。シェフ、ありがとう。さあ、スープをお食べ。勇気と優しさが出てくるよ。僕はいつも考えるんだ。世界がどうなっているかより僕たちがどう考えるのかの方が重要だと思うんだ。さあスープをお食べ。のてまや、スープを食べ終わったみたいだよ。バスタブにボルビックを入れてあげて。僕のガーデンで採れた、去年の秋に採れた白ぶどうは豊作だね。乗ってまいや、いいワインだ。もちろんだよ、もう乗ってまいや。赤だよ、乗ってまいや。あ、黒だよ、ダークナイトだからね。
黒いバラ以外うちのガーデンには咲いてないはずだよ。真っ黒だよ。カオちゃん、こんばんは。カオちゃんも寝れないのかい？スープをあげるよ。温まりなさい。今日は雨だからね。スープはシェフミコロ君、シェフカオシャにスープをあげてあげて。ミコロ君がシェフのミコロ君が今スープをあげるから。寝れないの？僕の目を見て、僕の目を見て。クロージュはアイス。寝れないときはどうすればいいのかしら。僕の後ろにおいで。もし僕の後ろから遠くにいるときは、僕のペガサスのアクエリオンの名前を唱えるんだ。僕がアクエリオンに乗って迎えに行くよ。シェフありがとう。さあお食べ。暖炉の前で温まりなさい。僕のユニコーンのアクエリオンは黒トリュフしか食べないよ。お食べ、アクエリオン。みんな魔法が途切れちゃうよ。魔法の花火をくれ。魔法の花火が上がったらみんなで一緒にロマンティックタイムだよ。アクエリオンどうしたの？アクエリオンどうした？トリュフが欲しいのかい？アクエリオン、トリュフが足りないのかい？アクエリオンは欲張りだな。
どうやら今日はアクエリオンも寝れないみたいだね。ねえアクエリオン、アクエリオンがざわついてる。戦いが始まるかもしれない。アクエリオン、トリュフをあげる。トリュフが足りないみたいだね。トーマくんいらっしゃい。寝れないのかい。シェフ、トーマくんにあったかいスープを。スープと温かい毛布を。また僕の国に国民が増えたね。領土拡大だね。お食べ、黒トリュフだよ、アクエリオン。お食べ、黒トリュフお食べ。ガルーダ、風船ありが、いや、もとい。バルーンありがとう。今日のディナーは何をお食べになりましたか？ノッテンマイヤー、今日僕が食べたのは南国のあれはなんていう、あれは南の国の何だったかな。ステーキですか。シェフに任せてあるから。
みんな退屈みたいだから昔の話をしようか。ノッテンマイヤー。はい。ノッテンマイヤーが、あれは何年前だったっけ、ノッテンマイヤー。1年前です。あ、もっと前だよ、ノッテンマイヤー。4年前です。そうだね、4年前。ノッテンマイヤーがまだ12歳だった頃だね。はい。雨の中、親に捨てられたノッテンマイヤーは、僕の城の前でずっと泣いていたね。はい、そうです。あれは誰を待っていたんだい？アクエリオンを待ってました。アクエリオンはペガサスだから。王子を待ってました。そうだね、僕のことをずっと待っていたね。あの時僕は先の戦から帰ってきて身も心もボロボロだった。その時、ずぶ濡れのノッテンマイヤーと僕の境遇が被ったんだ。ノッテン、ハートありがとう。ノッテンマイヤー、君はもうこのお城に来て4年かい？はい、4年になります。そうか、ノッテンマイヤーももう16か。そろそろ良き伴侶を見つけないとね、ノッテンマイヤー。王子様にお任せ。あ、それはダメだ、ノッテンマイヤー。僕と君とでは身分が違いすぎる。控えたまえ。ノッテンマイヤーはすぐ調子に乗るんだ。勘違いをしてるな。下々の分際で。乗ってまいや、勘違いをしたらダメだよ。気をつけします。そうだね。エリコ、いらっしゃい。邪教徒を根絶やしにしなければ。悪魔崇拝者たちめ、しかし先の百年戦争を終わらせた功績はでかかったね、ノッテンマイヤー。僕のエクスカリバーのおかげだね。うん、騎士団に入隊したいのかい？うん、考えておこう。でもまだ君は子供じゃないか。エクスカリバーはみんなの花火の魔法で
魔力が増していく魔剣だよ。エクスカリバーの力が足りないのさ。このままでは戦争に負けてしまう。とりあえず僕の目標はブルーマウンテンを攻略しようと思う。乗ってまいや、どうだい。ブルーマウンテンを攻略するんだ。彼らの領土 TCP を我々の領土にする。ブルーマウンテン進攻に向けて戦略を練りたまえ。乗ってまいや、通達を出すんだ。まだノアの軍勢には勝てない。まずはブルーマウンテンを攻略しよう。ブルーマウンテンには先の戦いで一度敗れている。ブルーマウンテンはなんだ、キャスに移動したのか。なんてことだ。あのブルーマウンテンがついにキャスまで勢力を。くそワンワンからいらっしゃい。バガーありがとう。マルいらっしゃい。白ワインを一緒に飲もう。キットタン、やつめ、作詞だな。ノアの軍勢に勝つにはまだ時期が早い。力を蓄えるぞ。乗ってまいや。パフェありがとう。しもじもにスープを与えたまえ。ことね、いらっしゃい。こけしバーガーありがとう。バルーンありがとう。戦況は思わしくないな。アルフガレドの民がお腹を空かしているよ。物資を送りましょう。うん。
我が領土アルフガルドの領土をさらに拡大するんだ、ノッテンマイヤー。はい。オーカーいらっしゃい。ノッテマイヤーは16歳。4年前に出会ったんだよ。ノッテマイヤー、もう君も結婚を考える時期じゃないのか、ノッテマイヤー。私は一生王子様にお仕えいたします。そうだね、ノッテマイヤー、よくわかってるね。僕の傍らで過ごすといい。先の対戦で一番手こずったのはあいつだったな。あの黒光りの悪魔さえいなければ、あの黒光りの悪魔が、クソ、我がウルフガルドの国民を何人虐殺していったことか。ドレスター革命。ドレスターク将軍、やつは今何位だ。県外です。なるほど。我が領土の若い乙女たちをたぶらかしおって許せん。色に溺れた悪魔が、許せん。いるか、いらっしゃい。りょう、いらっしゃい。ここにいるアルフガルドの民たち、我が子だと思って、私は君たちを愛しているよ。君たちが安らかに眠れるように、頑張ります。うん。
バーガーありがとう。ギットタンおかえり。みんなそうだ。まだ僕の名前を名乗っていなかったね。僕の名前を知っている人はいるのかい？下々の民たちよ。我が名を言ってみや。我が名を申せ。和道ではない。我が名は漆黒の騎士シャイニー。そうだよ、漆黒の騎士シャイニーだよ。ダークナイトだよ。漆黒の騎士だよ。漆黒の騎士シャイニーだよ。シャイニー騎士団と呼ばれているよ。ダークナイトは先の戦争、先の百年戦争で授かった二つ名だ。暗黒の騎士シャイニーだよ。漆黒だ。漆黒だよ。今日もアルフガレドの民が憂いているな。そうだね、今日は天使の日だね。そうそう、いらっしゃい。ナイツ。バルーンありがとう。漆黒で輝く一筋の光、シャイニー様。不安になった時はいつでも僕の名前を呼んで。僕の領土、アルフガレドの領土をさらに拡大するんだ、みんな。集え。ボマーいらっしゃい。そうだね、僕のお城プリンセスガーデンへようこそ。プリンセスガーデンは黒いバラと白いブドウがたくさん取れるんだよ。
なのてまや。僕は去年の秋に収穫した白ワインのぶどうは美味しいよ。ゆうちゃんいらっしゃい。僕はシャイニーだよ。アルフガレドへようこそ。アルフガレドの首都のあのプリンセスガーデンへようこそ。大丈夫だよボーマー、設定はどんどん固まっていくよ。もう少し待ってね。ノアとかの路線、いや、まずはブルーマウンテンを攻略するところだから、まずはノアにはまだ我々の戦力、アルフガレドの兵力では勝てない。まずはブルーマウンテンの攻略からだ。ブルーマウンテンを攻略した後、ラバラーへ進行する。ラバラーとは昔からライバル関係にある。ラバラーの手の内は僕は分かっている。ブルーマウンテン攻略、ラバラーの攻略、そしてノアを攻める。寝れないのかい、おいで。のてまや、ラバラーのランキングを検索してくれ。ブルーマウンテン、ラバラー、この2つの勢力を攻めよう。この2つのランキングを確認してくれ。戦が近い。あとドレスタークの戦力も確認してくれ。ブルーマウンテン、ラバラー、ドレスターク将軍の3つの戦力を確認してくれ。ドレスタークはまだいません。ドレスタークはマンスリー何位なんだい。ドレスタークのランキングを確認するんだ。7位です。7位か。ドレスタークめ。ブルーマウンテンはどうだ。5位です。5位か。ラバラーはどうだ。ラバラーは誰ですか。アイラ。4位です。4位か。ラバラーめ。気づかないうちに遠いところへ行ってしまったようだな。火薬がない。調達した前。バルーンありがとう。ラバラとは昔から知り合いだ。奴の手の内は全て分かっている。奴こそ兵力は少ないものの少数衛星で磨き抜かれた。4位か。ラバラめ。
僕のエクスカリバーは花火が上がれば上がるほど、みんなの魔法の花火が上がれば上がるほど光り輝くんだよ。ロータス、正式名称漆黒の騎士をつけてくれたまえ。皇帝から授かった名だ。そうだね、僕のエクスカリバーは魔法の花火が光り輝くたびに強さ増していくんだよ。そして魔法の花火が上がるたびに僕は呪文を唱える。それがロマンティックタイム。ケロちゃんいらっしゃい。大変だみんな。アルフガレドの民が減っている。この2日間で40人も減ってしまった。どうしたのだ、アルフガレドの民よ。民が40人近く減っている。奴の仕業か。くそ。花火ありがとう。魔法の花火ありがとう。乗ってまいや。気が利くじゃないか。ロマンティックタイムです。見せてあげよう輝く世界、プリンセス自由の花を、ほら目を開いて、この広い世界を魔法のペガサスに身を任せ、大空雲。ロマンティックタイム終わりだよ。バカありがとう。またエクスカリバーが強くなってね。勝てる。ありがとう、ノッテンマイヤー。目を開いて、見せてあげよう。目を開いて、初めての世界、怖がらないで、流れ星は不思議な夢に、A whole new world。花火ありがとう。素敵。
ありがとう。ロマンティックタイムだよ。ノッテンマイヤーは4年前からこの歌を聴いてるね。エクスカリバーがまだただの鉄の棒切れだった頃から聴いてるよね。うん。エクスカリバーは最初はただの鉄の棒だったんだ。みんなが花火を上げるために、今では他国が恐れおののく伝説の剣となったんだよ。バガーありがとう。バルーンありがとう。シャイニーだよ、サオリちゃん。暗黒の、あ、そうや、もとい、漆黒の騎士、シャイニーだよ。バルーンありがとう。文鳥じゃないよ、僕のユニコーン、アクエリオン。黒トリュフが大好物だよね、アクエリオン。ふん、アクエリオンは眠ったみたいだね。ユニコーンとペガサスのハーフだよ。どちらでも合ってるよ。ペガサスとユニコーンのハーフなんだよ、アクエリオンは。どうやって交配したんですか。そうだね、アクエリオンと出会った時の話をしよう。僕はブルーマウンテンとの戦いでやつれ切った体を癒すためオアシスを目指していた。砂漠の中をひたすらまっすぐまっすぐ歩いていた。だんだん食料も尽き、水も尽き、蜃気楼の真ん中でついに僕は倒れてしまったんだ。もうこのままではダメだ、アルフガルドはもう終わりかもしれない。父さんごめん、父さんから引き継いだアルフガルドを守ることができなかった。僕は涙を流す気力さえなかった。でもその時、あれは夜だった。フルムーンだったね。やけに月が明るくて、月の向こう側に一筋の光が差したんだ。僕は意識を朦朧としていたよ。そしたらあの馬が来たんだよ。アクエリオンだよ。そういうこと。
クエリオンは傷ついた僕を背負ってオアシスまで連れて行ってくれたんだよ。馬が来たってペガサスじゃないの？まあその時は普通の馬だったんだ。真っ黒い漆黒の馬さ。僕が漆黒の騎士と呼ばれているのはアクエリオンから来てるんだよ。アクエリオンと一緒に先の百年戦争を戦った。僕は先頭に立ちアクエリオンにまたがりエクスカリバーを振るったのさ。そして僕のエクスカリバーを進化していくたびにアクエリオンも同時に成長していった。羽が生え角を携え、そして黒トリュフを食べるんだよ。いらっしゃい。耳に入ってこない。沙織、耳を塞いで僕の目を見て心で聞いて。さあClose your eyes. バルーンありがとう。その気球をあいつのところに届けてくれ。ヒロポン、僕の手紙を添えて。みんな喜んでくれたまえ。アルフガルドの国民が増えたよ。おめでとう。入国を許可する。そうだね。みんな何の話が聞きたいんだい？入国を許可する。千、君はアルフガレドで何を気づき、何を思い、何をなすのか、見届けさせてもらうよ。セン、君の活躍に期待をしている。
何でも聞いてくれたまえ。アルガルドのために隠し事はない。シャイニー様はスラム街で有名なワドーという悪党はご存知でしょうか。奴の動きは見守ろう。様子を見るんだ。ガルーダ、バルーンありがとう。入国を許可する。バーガーありがとう。下々の民に配りたまえ。これはノテマイヤ。はい。これはアルフガルドの民には絶対に言えないことだ。はい。約束は守れるか。はい。僕は実はワドとは生き別れた双子の兄弟なんだ。奴はとんでもない悪党になってしまった。僕は実は父さんから拾われた子供なんだ。民には絶対言わないでくれ、ノッテンマイヤ。わかりました。ノッテンマイヤ、掃除をしたまえ、ノッテンマイヤ。埃が溜まっている、ノッテンマイヤ。サボルノスキー、最近顔を見せなかったな。サボルノスキー、活躍を期待しておるぞ。乗ってまいや。乗ってまいやは4年前に拾ったんだ。彼女は12歳。僕は先の100年戦争で傷ついた体を、少なくなった兵と共に我がプリンセスガーデンへ帰国をしたんだ。その時門の前でずぶ濡れになって彼女は震えていた。名を名乗ってごらん。ノッテンマイヤーです。ノッテンマイヤーです。そう、ノッテンマイヤー思い出すね。ノッテンマイヤー、はい、そしてノッテンマイヤーは行き場がなかった。僕は彼女を家政婦として拾った。それからもう早い4年が経つ。乗ってまいや、はい、もう16回、はい、そろそろ結婚を考える時期じゃないのか。ナイト様の、おい、出しゃばるな。乗ってまいや、身分が違いすぎる。乗ってまいや、下々の民と結婚しなさい。ナイト様じゃない、気安く呼ぶな、その名を。気安く呼ぶな、ノッテンマイヤー。奴隷の身分で一生ともいたします。ああ、ついてこい。ブルーマウンテン攻略、なんだっけ、奴隷なんだっけ、ラバラー、ブルーマウンテンとラバラーと、ああ、なんだっけ、どれなんだっけ。ドレインでよろしいんじゃないでしょうか。じゃあドレインじゃなくて、なんだっけ、どれなんだっけ、ブルーマウンテンを攻略するドレスターク将軍だ。ドレスタークは今何位だ。7位です。7位か。ドレスターク、め、やつは我がアルフガレドの若き、うる若き民たちをたぶらかして領土を拡大していった。ドレスター革命、黒光りの悪魔、くそまずはブルーマウンテンを攻略する。ブルーマウンテンはどうなっている。ブルーマウンテンはただいまキャスの方に勢力を広めております。とんでもないやつだ、くそ。ブルーマウンテンを攻略しない限り我がアルフガルドの領土は拡大することはできない。
バルーンありがとう。黒光りの悪魔め、やつは裏分け民で乙女たちをたぶらかし勢力を拡大していった。怪しげな呪文を唱え、我が領土にその呪文をばらまいたのだ。領土拡大は父さんからの遺言だ。我がアルフガレドを世界を滑るあれに頼むぞシャイニー頼むぞって言って父さんは死んだ。だからあれだ、領土はでかくする。僕が生きてる限り絶対にでかくする。父さん、父さんの話はやめよう。思い出すなのってまいや、はい、父さんから授かったエクスカリバーで僕は戦う。エクスカリバーのエナジーが魔法が溶けてしまう。みんな魔法の花火、魔法の花火でエクスカリバーを元気にしてくれ。このままではダメだ。ありがとう。一緒に泣いてくれるのか。ありがとう。でももう僕は振り返らない。父さんが果たせなかった野望を果たすため。父さん王様。バルーンありがとう。そのバルーンで僕の綴った手紙をプリンセスのところに届けてくれ。ノッテンマイヤー、はい、今君は何をしているんだい。ノッテンマイヤー、今掃除しております。少し話をしようか。はい、座りたまえ。はい、ノッテンマイヤー。はい、ノッテンマイヤーは夜が更けるとよく部屋にこもっているね。はい、そうです。何をしているんだい、部屋で。ロマンティックタイムを待ち望んでおります。部屋で何をしているんだい、ノッテンマイヤー。ちょっと言えないです。部屋で何をしているんだい、いつもノッテンマイヤー。君はあれだね、掃除や家事やアクエリオンの世話が終わったとき、夕暮れ時になると部屋でよくこもっているね、ノッテンマイヤー。はい、
何をしているんだい。それだけは言えません。掃除をしたまえ、乗ってまえや。掃除を続けたまえ。ほこりが溜まっている。きれいにするんだ、我がプリンセスガーデンを。ほこりが大っ嫌いだ。ノッテンマイヤーはアドリブに弱い。ああ、ノッテンマイヤー、かけたまえ、座りたまえ。ノッテンマイヤー、君はいつも僕が命じた掃除であり、黒い僕の愛馬アクエリオンの世話をし、黒トリュフを与え、そして夕方になると部屋に引きこもっているね、ノッテンマイヤー、はい、君は一体何をやっているんだい。本当に言ってもよろしいのでしょうか。聞かせてくれ。シャイニー様を持って、これ以上は言えません。掃除を続けた前、ノッテンマイヤー、あのキャラに縛られるな、はい、そこは僕がどうにかする。ノッテンマイヤーをもうちょっと教育しなければ。ノッテンマイヤー、はい、明日はシェフにビーフストロガルフが食べたいと伝えてくれ。はい、かしこまりました。ビーフストロガルフ、父さんが好きだったビーフストロガルフを作ってくれとシェフに伝えてくれ、はい、父さんは毎晩のようにビーフストロガルフを食べていたな。父さんが好きだった赤ワイン、今でも手をつけないでいるよ。だから僕は白ワインしか飲まないんだ。おっといけない、また一人でつぶやいてしまった。お月様が見てる。パフェありがとう。セン、どうした。この国にはもう慣れてきたのか。セン、仕方がない。もうこの国に来て早3年か。セン、今どこで働いておるんだ。サオリ、ノッテンマイヤーは今何をしているのでしょうか。掃除。我がプリンセスガーデンを磨いておる。Thank you.
ほう、なっけん、ワタミと申すか。ワタミでの仕事ぶりはどうだ。確かワタミというのは下々の民が使う酒場であったな。民たちよ、サボルノスキーは先代から、そう、父さんの代から世話になっておる。我がアルフガレドのすべての外交をサボルノスキーに任せておる。ガルーダは我が教会の神父であったな。民たちの心を頼むぞ。ふむ、のんのんと申すか。入国を許可する。このままでは民が飢えてしまううん、一つだけ申しておこう。そなたの運命はそなたが切り開け。寝れない娘はどうしたらいいんですか。バルコニーに出なさい。バルコニーに出て空を見上げる。遠くにある山の隙間から光が差しておろう。そこに見上げた先に月様が寝なさい、寝なさい。白ワインを飲んで寝なさい。ワドの話はするな。引き別れてもう13年経つ。ワドの話はするな。曇っていて月が見えません。その雲はそなたの心の曇りだ。心の目で月を眺めるのだ。そしてその月の光は我が名漆黒の騎士シャイニーの由来でもある。私はそなたと共にいる。バルーンありがとう。どうかそのバルーンで僕の綴った手紙をプリンセスのところに届けてくれ。
漆黒の騎士。花火ありがとう。あ、花火ありがとう。本、良きに計らえ。見せてあげよう、輝く世界、プリンセス自由の花を、ほら、目を開いて、この広い世界を魔法の絨毯に身を任せ、大空雲は美しく、誰も僕ら引き止めしたりはしない、大空目がくらむけれど、ときめく胸、初めてあなた見せてくれたの。ハートありがとう。バーガーありがとう。バーガーを民に配るのだ。子供たちにそのバーガーを配ってくれ。マキル、そのバーガーは子供たちに配ってあげてくれ。ミカロク、そう、アルフガルドは神の国、神に愛された土地だと父さんは常々言っていた。あのブルーマウンテンも元は我が領土。やつめ、 TCP の軍勢が我がブルーマウンテンを、くそ、取り戻さねば。タータンとノアとはまだ戦うには我がエクスカリバーの力が足りなすぎる。魔法の花火を蓄えるのだ。まずはなんだっけ、どれ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 なんだっけ、ブルーマウンテン、ラバラーの攻略、なんだっけ、どれドレスターク将軍、この3人を討ち取ってからだ。ドレスターク将軍め、黒光りの悪魔、くそ。そうだ、エクスカリバーは不安定な要素が大きすぎる。まだ私もエクスカリバーの本当の力を見たことがない。くそ。ノッテンマイヤー、はい、タイプライターをよこせ。紙をよこせ。歴史をつづらねば、
我が息が途絶えた時に民に我が歴史を、アルフガルドの歴史を綴らねばならない。ペンを走らせるぞ。よし、ドレスターク将軍との戦を知るそう。先の百年戦争の黒い悪魔と黒光りの悪魔と黒光りの悪魔と、よし、もう大丈夫だ。石板に刻むように石工職人に依頼しておいてくれ。新橋の悪魔め、ニューブリッジで会合を開いてるらしいな、ドレスターク将軍は。そうなんですか。奴の拠点はニューブリッジだ。なんとおぞましい。なんとおぞましい。そうだ、乗ってまいや、いいぞ。もう一回言ってくれ。なんとおぞましいところで。ニューブリッジで、ニューブリッジで、ニューブリッジ会合をもう3回ほど開いておる。奴は勢力を蓄えている。ラバラーの4位、228万ポイント、ブルーマウンテン226万ポイント、ドレスターク将軍129ポイント。まずはドレスタークの攻略からだ。私も実はニューブリッジに潜入したことがある。そうなんです。なんとおぞましい会合であったことか。バルーンありがとう。そのバルーンを私の綴った手紙を添えてプリンセスの元へ届けておくれ。白文城ではない、ユニコーンのアクエリオンだ。言葉を慎みたまえ。ノテマヤ、はい、私は少し月を眺めに丘の方へ行こうと思う、はい、
変わってくれるか。どのように変わればよろしいのでしょうか。乗ってまいや、来たまえ、そばに聞こうよれ。民よ、少し乗ってまいや、もう乗ってまいやと変わらせていただくぞ。皆様ごきげんよう。私が乗ってまいやでございます。エナジーが必要でございます。何とぞエナジーを送ってください。よろしくお願いいたします。パフェありがとう。魔法の花火で歌が歌えるようになります。こんばんは。よかったらアルフガルトの民になってください。では、私があなた方に祈りの言葉を捧げます。神よ、私たちはあなたの身に立っています。私たちは同じ人間です。私たちは母であり、父であり、子供であり、兄弟であり、姉妹であり、労働者であり、友達であり、他人を愛するものです。私たちはまた人生の冒険者であり、戦いをなすものであり、時には傍観者でもあります。私たちの外観はそういう私たちの姿を表しているのかもしれません。しかし、私たちの心や生活の奥深いところで、私たちは多くの悩みや傷を持って生きています。主よ、私たちはあなたの癒しを必要としています。病気の中にははっきりと確認されるものがありますが、私たちの心の奥にある痛みや傷はそうではありません。私たちは今あなたの癒しを求めてここに立っています。祈りの言葉伝わったでしょうか。そう、私は召使い。一生ここで尽くしていこうと思っています。恩を忘れません。でも誰にも言わないで、実は私プリンセスだったんです。
誰にも知らない夕方のたったひとときの間に。誰にも言えないけど、私はシャイニーが憎くて仕方がない。シャイニーは悪党だ。シャイニーを許すことはできない。私の国の600万私の国の600万騙し取り、私の国を滅ぼした。シャイニーが憎い。このままここで暗黒のスパイとなり、いつか敵を取るまでここにいるわ。いつかいつの日かきっとあの白ワインにポイズンを入れる日はずっと狙っているの。だから私はここにいなければいけない。夕方のほんのひとときだけ私はプリンセスに戻った。乗ってまいや、乗ってまいや、戻った。掃除を続けたまえ。乗ってまいや。はい、わかりました。乗ってまいや、掃除を続けたまえ。ほこりが溜まっておる。戻ったぞ、アルフガルドの民よ。よきに計らえ。先の戦争で傷ついた体でまだ古傷が痛むの。バーガーありがとう。そのバーガーをどうか子供に、アルフガレドの子供たちに届けてくれたまえ。民のことを思い続けておる。乗ってマイヤーと出会ってもう4年が経つ。先の戦争が終わってから4年という歳月が経ったことを意味する。あの戦は思い出すだけでも心が痛む。バーガーありがとう。マル、そのバーガーをどうか我がアルフガレドの民の、恵まれないお腹を空かしている子供たちに分け与えてくれ。ノッテンマイヤはよくこの国のために尽くしてくれておる。ノッテンマイヤには幸せになってほしい。もうこんな時間か。だいぶ夜も更けてきたな。アルガルドの民よ、どうやらそろそろお別れの時間のようだ。皆の衆、また明日会おうではないか。
どうか、どうか、アルフガルドの民に祝福あれ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。